皆さん、こんにちは。国立環境研究所の稲葉でございます。えっと、今日はですね。あの、今。水環境で。問題になっていることというタイトルで。えっと。まあ、あの、水環境で問題になっていることというのはさまざまあるわけですけれども。その中でも、特に、あの、代表的なもの。で、そして、あの、私たちの研究所で、あの、かなり。 力をを入れてて今研究をしているものでそれに対して今後私たちその国民として何をしていったらいいかそういうようなお話をしたいと思っていますのでよろしくお願いします、えっと、ここに今日お話しする内容をまとめておきまましたまず最初に、まあ、あの入り口ですのでその水環境問題っていうのは今までどんなことがあったんだろうっていうようなお話をしたいと思います。それから環境基準ですね あの水にしても大気にしてもいろいろな基準があってでそれを守りましょうということで、まあ、環境をきれいにしていきましょうという考え方がありますのでそれについてのお話を少ししたいと思いますで実際に研究レベルのお話として、まあ、あのここに4つ書いてありますけれどもまず「不栄養化から始まる水環境問題の負の連鎖」というようなお話をしたいと思いますこれはあの 内湾、まあ、例えば東京湾ですとか大阪湾ですとかそういった海の話とそれから琵琶湖とか霞ヶ浦湖沼の話ですねあの一見海と湖違うようにも見えるんですけども、まあ、ちょっと同じような原因で同じようなことがいろいろ起きたりしていてそれがさまざまな現象が起きるんですけども実はいろいろつながってるんですよっていうようなお話をしたいと思います。それから3番目 にえー、っと土壌の窒素飽和による長期的な硝酸塩汚染これはあの最近になってかなり言われるようになってきた問題なんですけれどもそもそもあの皆さん窒素飽和と言われて何なんだろうっていうふうに思われる方もいらっしゃると思いますのでその辺の話からしたいと思いますそして今日本では窒素飽和どういう状況なのかそれをちょっとお話ししますで これらの問題ですね、まあ、例えば海ですとか湖それから土壌河川渓流水とかそういったところの問題の,その水環境を守るための取り組みと課題これはもうちょっと私たち側の,その生活の場でやらなければいけない話ですけれどもそういったことについてのお話をしたいと思います。それからあと,、えー、と5番目のところに、えー、とこれはあの昨年までやられていた小畑さんのところには当然なかった話で。 今回私の方で入れたんですけども東日本大震災と水環境への影響やはりあの去年3月の大地震っていうのはそのたくさんの人命と財産を失いましたけどもそれだけではなくてその水環境水や土壌の環境にも大きな影響がありましたそしてこれはもう本当に避けて通れない話題だと思いますんで今回 あのちょっとこうスポット的に三つの課題でお話をしてみたいと思います。そして最後にえっと私たちにできることということで、まあ環境問題をいかにこう私たちがうまくコントロールしていくか、そういったお話をしたいと思っています。これから一時間半よろしくお願いいたします。ではまずはじめに水環境問題の変遷と環境基準の二つの考え方というお話をしたいと思います。 えここにちょっと白黒の,あの見栄えの悪い写真を載せておきましたこれはあの左側がこれ多分目黒川だと思います東京の目黒川でこちらはこれ多摩川のですね、えっと、多摩川浄水場のところの取水石だと思います上を走っているのはこれは東急東横線ですあの今日ざっとと見ますとあの若い学生さんのほかに あの私程度の年配の方もかなりいらっしゃるんでそういう方はこういう状況を実際に見られた経験があるんではないかと思います実は私もあの今年55になりますけどもあの東京都の大田区で育ちましてで今はあの東急多摩、えっと、川線って言ってますけど昔目釜線って言っていた電車の鵜、えっと、野木という駅の近くに住んでまして まさににこのの取水石のすぐ近くに住んでたんです、ね、でたあの小学校ぐらいの時っていうのはこの取水席ここがずっと土手になっててですねあの船釣りをしたりそれから河川敷に野球場がありましたんで毎日のように野球をしてこの辺で本当に遊んでたんですけどもこの写真を見て私もずいぶん思い出しましたこれあのここ白くなってるのはこれ実はそれぞれの家から出てるあの洗剤ですね家庭の洗剤 それれがここうういうふうに泡を立てて流れて流るところなんですでよく見るとこの辺の,その護岸のコンクリートの壁のところにこう筋が入っているのが見えるんですけども要するに生活排水をそのトイレは汲み取りで日常の台所とか風呂の水を川にそのまま捨ててたんですね当時は。ですからこうやって泡が立ってしまった。からここもこう白くなってますけどもこれは別にその白く見えてるんじゃなくてその 例えば太陽とか雲が映ってるんじゃなくてここの席でちょっとこう段差が1メートルぐらいあって流れ落ちたもので泡が立ってるんですねでこれ洗剤の泡なんです <laughs> で私もよくここで船釣りをしてた時に風が吹くとこの泡がですねわーってこう飛んでくるんですねであの旅行の好きな方ならご存知だと思うんですけど能登半島とかであの波の花っていうんですかこう白い泡が冬になると出てきますけどまさにそれと同じような状況になったのを覚えてます まさに昭和40年代っていうのは公害問題が深刻で水環境というのはもう本当に汚染されていたわけです。でこれは1967年「東京の水質」と書いてありますけどもこれはあの小学校なんかでよくある東京の地図ですね。で、まあ、大きな川例えば荒川隅田川それから目黒川それぞれのその測定地点で。 えと D.O.B.O.D.C.O.D といったその基準になるような汚染がどの程度だったかっていうのを示してあります。例えばですね B.O.D.C.O.D が十三とか五十八こちらも二十六と五十一こっちもかなり高いですねこれちょっともう今では考えられないような高さなんですねで実際に二千二年まあこれから三十五年経つと例えば B.O.D は だい大体十分の一ぐらい。いずれもなっています。このように水質が随分変わってきたなと。そういうような気がします。でこれはその変遷をですね。千九百七十一年からずっとこう辿ったものなんですけれども。まあ、あの。綾瀬川なんてまあ、一番汚染されてるんで有名な川ですけど。その七十一年当時は。b. O. D. が。九十近かったんですね。それが今はずっと下がってきて。 まあ5ぐらいまで下がってるとどの川もみんな似たような傾向で下がってきてますでそれはまあこの間にさまざまなその公害問題が起きてもうとにかく水をきれいにしなきゃいけませんねっていう法律を作るっていうのとそれから技術的に例えばその下水処理場を作るとかそれから例えば洗剤とかそういうものも分解されやすいものに変えましょうとかそういうさまざまなその社会的な活動があってこういうふうに下がってきたわけです で,ですからだいぶその水質っていうのは昔に比べればきれいになってきたわけですでそれについてちょっとアンケート調査をしたものがあるんで持ってきましたあの身近な水辺の環境をどう思いますかっていうふうに年齢層別にですね10年ごとに区切って、まあ、これは今の水辺の環境がどうでしょうかという話を質問したわけですけども <laughs> 例えばうんと若い人たち 30未満の方ちょうど今ここの教室にいる若い方の人たちはそれでもその水今の水辺の環境いいと思わない人がすごく多いんですね。で逆に年長者になるに従って今の水辺の環境はいい環境だよっていう人が増えてきます。でこれは何でなんだろうっていうと水辺は昔と比較してどうなりましたかって聞いてみると同じような傾向を示します。つまり その私ぐらいの年代、まあ、50代60代の人たちっていうのはさっきお見せした泡が立った多摩川とか泡が立った目黒川っていうのが汚いものだって覚えてますから今は泡立ってないですから結構きれいになってるよねっていうふうに思ってるんですね。でそれに対して若い人たちっていうのはその昔のひどかった頃っていうのを知らないですからいやまだまだ汚いよねそういうふうに思ってるんだと思います。で まあできればこういう若い人たちが満足してくれるようなきれいな水になっていけばすごくいいことなんですけども今それをまあ目指しているで、そういうためにじゃあ私たちあるいは環境省が何をしてきたかっていうと、まあ、こういう水質汚濁防止法なんていう法律を作ってですねあのこういう公共用水域って書いてありますけども川とか湖とか海っていうのは例えば家庭からの排水とか事業場ですね、まあ、工場だとか。 あるいは農地だとかそういったところからの排水を集めてその水が成り立っているわけですけどもそ,のそういうところが無尽蔵にこう流してしまえばどんどん公共用水域は汚れてしまいますしかしそこに一定の,その基準を作ってこれ以上流さないでくださいっていうふうにずっとそういう法律を作って規制をかけてきたわけですでその結果として先ほどお目にかけたような その環境が少しずつ良くなってきているということが達成するようになったわけですただそれでもまだまだ問題となる部分っていうのはありますで今環境基準のお話をしましたけれども環境基準には実は2つの分類がございます。1つつははここに書いてある健康項目からもう1つは 生活環境項目こういう2つがございますで「健康項目」っていうのは何かなっていうともう読んで字のごとしで人のの健康の保護に関する環境基準ですで、えっと、これは、まあ、あるちょっと言い方がいいか悪いか分かりませんけども毒性物質の危険性から濃度を設定しているとこういうふうに考えていただいていいかと思います。ですから1つつつの物質について この物質はこの濃度よよりっっちゃいけませんてそういうふうに言われているものの中には例えばカドミウムですとかそれからシアン鉛水銀その他あのこれはもう絶対に健康に問題が出ますよっていうものを指定しているわけです。ですから、まあ、あのこちらは本当にこれが超えてしまうと例えば。 飲み水としてまずいよ病気になっちゃうよというような話というふうに思ってくださいで一方生活環境項目の方では生活環境の保全に関する基準という決まりになってますでこれは例えば、えー、と河川とか湖沼とか海域とかそれぞれについてどういう水利用をするのかっていうふうなことを指定して例えば飲み水の水源に使うんですか使わないんですか それからあの工業用水にするんですかしないんですかとかその水の利用によってある程度のランクが分かれていますでそれを、まあ、あの水域類型っていってますけどもそういう指定をして水利用などの総合的な視点から基準を作っているで基準の中に入っているのは、まあ、pH ですとか bod c o d から ss から陽存酸素大腸菌群数なんてそういったものが入ってます、まあ、あと窒素とリンですね であの後でちょっとく話しますけども例えばこういう BOD とか COD とか DO っていうのはそれ自体の値が何て言うんですかね入ってるものがどうだっていうんではなくてそれによってその水がその生き物にとって過ごしやすい環境なのかどうかそれをある意味で規定しているそういうかあの基準だというふうに思っていただければいいかと思います。 でまず健康項目ですけどもここに今指定されているものをざっと書いておきましたあの一つ一つ見ていくとああなるほどって分かるようなものなんですけども例えばさっきも言いましたけどこの全思案これはもう思案っていうのは漢字で書くと「生産」ってやつですねあの皆さんご存知、例えばテレビドラマで殺人事件というとよく「生産狩り」っていうのが出てきますけどもまさにそれですね、まあ、毒薬の代名詞です ですからも,もちろん入っいいけないからカドミウムこれはあの痛い体痛い病っていうのをちょっと年配の方ならお分かりだと思いますけれども、まあ、3三4 0年前に、えー、と富山県ですか腎痛川っていう川でカドミウムが流れて、えー、と病気が発生したそういうものですねそれからアルキル水源これも非常に有名な水俣病の原因物質とされていますそれから PCB これはカネミ油症という これはあの環境というよりは食品だったんですけれども米ぬか油の中に PCB が混入してあのかなりあの被害者が出たというそういうものですねそういう本当に病気になってしまうあるいは死んでしまうようなものをあの規定しているのがこの健康項目です他にもまあ有名どころではヒ素ですとかヒ素なんかは10年ぐらい前ですかあの茨城の上栖で地下水が汚染されていてそれを飲んでた人が。 健康被害を受けたなんていうのもありますしそういうものがここの健康項目という基準の中には含まれているわけですで一方生活環境項目なんですけどもこちらでまあ代表的なのが溶存酸素と BOD と COD とそれから全窒素全輪ですで溶酸酸素っていうのは水の中にどのぐらい酸素が溶けていますかということですでこれは その酸素が溶けているということでその中で例えば魚だとか微生物だとかそういった生き物が生活ができますかできませんかっていうことを示しているその生き物が住みやすいかどうかっていうのを示すような基準というふうに考えてくださいそれから BOD ですけどもこれはまあ生物科学的酸素要求量なんですけども、まあ、ある酸素の量が出てくるわけですけどもそれは。 酸素の量、それが溶けているっていうことではなくてそれだけ中に入っている有機物を微生物が分解するために必要な酸素の量ですよっていう値が出ていますですから、えー、っと有機物がたくさんあればあるほど分解するために微生物が酸素をたくさん必要としますからどんどんこの値は大きくなりますですから。溶存酸酸素素の場合には酸素量がが多い方が いい水なんですけれども、b. O. D. の場合には逆に。まあ悪い水というか、汚れた水っていうふうな形になってきます。で、c. O. D. は b. O. D. と非常に、まあ、考え方は似てるんですけれども。こちらは微生物が分解するんではなくて。化学物質、酸化剤といわれる化学物質で。有機物を全部分解してしまったときに。どのぐらい。酸素が必要となるだろうかっていうものを示しています。ですから、微生物が食べられないような有機物でも。 COD ならば測ることができるとより強力なその酸素を使う量だというふうに考えてくださいそれから全全窒素とですこれは、えーっとまあ、あの水の中に、まあ、例えば人間のあるいは動物のうんちやおしっこが流れたときに、まあ、入ってくるわけですけれどもこれはその植物プランクトンなんかの,その栄養源になるわけですね。 その必須元素になりますですから窒素やリンが多いと湖や内湾で藻類が大量発生していわゆる赤潮ですとか青子ですとかそういうものを発生してしまいますで、そういうあの生態系自体を変えてしまうような危険性のある指標だとそういうふうに考えてください で溶存酸素ですけども、まあ、これは簡単に言うと大気中に酸素があってそれが水の中に溶けていきますで溶酸酸素が増えるっていうのはまあ溶け込み大気からの溶け込みですとか水中の植物が光合成で酸素を出したということで入ってきますで減少というのは大気へ逃げ出したり植物動植物が呼吸したりあるいは微生物が有機物を分解するときに使ってしまうこういったものになりますで溶酸酸素がないとですね当然動物は生きていけませんし あの有機物の分,配あの分解というかこれは腐敗の方なんですけどもあのそういうものが始まってしまいますそれから有害な微生物特に献起性の微生物が増加しやすくなりますでそういったものの影響で硫化水素ですねあの温泉のたま卵の腐ったような匂いの物質ですけどもそういったものが発生したりするようになります BOD と COD ですけどもこれはさっき言いましたけども水の中には有機物が入っていて微生物も入っていますで有機物がたくさんあると微生物がそれをたくさん食べて活動するわけですけどもその時には当然微生物は酸素を必要としますから値が高くなる COD の方では分解するために酸化剤を入れるんですけどもたくさんあればたくさん必要ですから値が高くなるですからまあこれは酸素の指標ではなくて有機物の指標なわけです でえー、と達成率ですけれども、えー、と健康項目の達成率っていうのは初期の頃は非常にたよくなかったんですけども、まあ、よくないつ,つも 1. 何パーセントなんですけども、えー、と最近はずっと0.1パーセント程度で達成できないところが0.1パーセント程度で非常に安定していますでこちらもあの有機化合物の方ですけれどもこれも0.1とか0.2ぐらいで大体あの基準を達成していると。 でここでちょっと2つだけ、えー、と鉛とヒ素ですねこれは高くなったように見えるんですけども実はこの年に、えー、と環境基準の規制が厳しくなって鉛は10分の1になってヒ素は5分の1になったんでちょっとこう引っかかって見えてますけども実際にはあの悪くなったわけではなくて基準の方が悪あの厳しくなったということですですからまあ健康項目はさすがにほとんどクリアできている状況なわけです ところが生活環境項目を見ますと例えば全体と河川っていうのはかなりこう率が良くなって9割ぐらいはもう達成できる綺麗になってきたわけですけども海域ではまだ4分の1が汚れたままです湖沼に至ってはまだ半分が汚れているとそういう状況になっていますで今お話ししましたようにやはり海とそれから湖 の汚染というのが。まず第一に大きな問題になりますので。まず海とそれから湖で。どんなことが起きているのかっていうお話をこれからちょっとしてみたいと思います。これはあの皆さんご存知だと思いますけれども、海で発生する赤潮というものの写真です。ここにこう赤く流れていますけれども。これが一つ一つが非常に小さなあの植物プランクトンが。 集積してできているもので、これちょうど海流に乗ってこう綺麗に吹き流されているように見えているわけです。それからこちらは船が走った後ですけれども、その泥が巻き上がって茶色いのではなくて、これはやはりプランクトンが大量に発生していて、このような赤茶色のあの波ができているというそういう状況です。で、えー、っとこれは不栄養化。先ほど言いました窒素やリンが増えることで 植物プランクトンが異常増殖しますそれが原因となってこういう現象が起こりますで細胞の色によって、まあ、あの海の表面が色がつくから日本では赤潮というようになっていますで最近ではそのハームフルアルガルブルームっていう言い方もするんですけども、まあ、赤潮の問題点っていうのはさまざまあるんですけども赤潮の微生物っていうのはここに書いてあるまあシャトネラですとか ヘテロカプサですとかアレクサンドリウムですとか、まあ、そういったようなものが大量に発生するんですけどもまず、まあ、よく言われるのはその養殖のハマチだとか真珠貝が死んでしまう魚介類への影響があるこれハマチが大量に死んでいますねもったいないですねいくらぐらいになるんだろうなんか考えちゃいますけどもあの昔瀬戸内海なんかは本当に養殖のイカだがもう全滅してしまったみたいな話があります。 でそれからもう一つ問題になるのは例えばホタテ貝ですとかカキですとかにこれらのものが、えっと、中に取り込まれますとそれを食べた人間がホタテ貝やカキを食べてしまうと人間に対する毒性が出てくるんですねまあ、麻痺性の解毒ですとか下痢性神経性から記憶喪失性解毒なんていうのもあるんですねそれからシガテラっていうのはこれはあの特に南方系で有名で。あの 不具毒みたいなものなんだったんじゃないかと思いますけども、えー、と日本では今磯で釣りで有名なクロダイなんかで結構出てるっていう話を聞いたことがあります。まあ、こういうのであまというのもあります。それともう一つ問題になっているのがここに書いてありますけども貧酸素水解の発生これは。 直接的にはこうやって生き物の命とか健康に問題になるような話ではないんですけどもその藻類が大量にで発生することで海の海のの底側にに酸素がが非常に少ない水質ができてきてますで。これができることでさまざまな問題が起きてきてでその中の一つが実は青潮という現象になります。ですから、まあ、 赤塩が貧酸素水解を作って青塩を作ると、この話をまあこれからしようということなわけです。ではまず貧酸素水解ですね。貧酸素水解見えます？大丈夫。貧酸素水解っていうのはその閉鎖性の高い湾ですね。例えば東京湾、大阪湾、伊勢湾そういったところでは夏場に底の方の水が貧酸素化するそういう現象のことを 言っています。で貧酸素化するのかっていいますと実はここに模式図がありますけどもえっと川の水がずっと流れてくるんですけども川の水っていうのは塩分を含んでいないですから海の水よりも実は軽いんですね。で軽い水が流れてきてでしかも上からこう夏場ですから太陽光で温められて。 この淡水で軽い上にさらに温度が高くなるからより軽くなる。で、それに対して底の方の水っていうのは？塩分濃度がまあ海の水。で、濃いですから、もともと重い水なんですけども、さらに太陽光がなかなか当たらないんで冷たいままなんですね。そうしますと。とまあ、あの水割りを作るときにちょっと試しをやってみるといいのかもしれないですけど、底の方に冷たいのを入れて上の方に。 かかかいいのを入れるとなかななかう,うまく攪拌しないとそれと同じことで底の方に冷たいもの上の方に軽いものがあるとその混合がうまく起きないんですねでこういうのを、えー、と温度による清掃構造とこういうふうになりますと下の方で酸素が上からどんどん供給できなくなりますから酸欠状態になってしまうとそういうのを貧、えー、酸素水解とこの下の方にできるのを言っているわけです。でえーと その底の方に住んでる生物にかなり大きな影響を与えるっていうことが知られています。で、例えばこれあの東京湾でダイバーが写真を撮ってたらしいんですけれども、あのうちの研究所の職員が調査に行ってダイバーにそこの泥を取ってきてもらおうと思ってカメラを持たせたら、偶然死んだカレイが写ってたっていうんですね。要するにそこの方の酸素がなくなっちゃってたんでカレイが酸欠で死んでいたと。 そういうよういよなな問題になるわけですで実際にこれ東京湾での調査の結果ですけども川に近くて浅い1番から4番っていうところは、まあ、あの夏でも冬でも春先でもまた夏になっても1番から4番は生物種が非常に豊富に量もたくさんいるというのが分かります。 ところが少し深くなって清掃ができるような条件のこの東京湾の真ん中あたりに来ますとその冬場には多少生物はいるんだけれども春先にも多少いるんだけど夏にになななると本当ままたいなくなってしまうこれはどうもその貧酸素水解ができることでこの,この東京湾のちょっと深いあたり中心の深いあたりには生き物が住みにくくなっているんだろう。 そういうふういいふに言われていますでこれは次に何を引き起こすかというと青潮っていうのも、まあ、あのテレビなんかで時々取り上げられますからご存知だと思いますけれども先ほどのその微生物赤い微生物が出てきている赤潮と違ってですねこれは青く見えるんですね。 でこれはその別に青い微生物が発生したんではなくて実は硫黄の塊細かな硫黄の粒子が海の表面に浮いてできているものなんです。で、えー、っと先ほど言いましたように夏の間清掃ができてそこの方そこの方で、えー、っと海水が無酸素化します。でそうしますと硫酸還元菌によって有機物が分解されて硫化物イオン S 二マイナスっていうのがここでこう発生するわけです。で、空き口になりますとそこの方にたまった無酸素の水が次第に表層の方に、つまり表面の温度が下がってくると上下の混合ができるようになりますから、それが次第にこうあの陸地側の浅い方に動いてきます。そうしますとこの S 二マイナスっていうのが表層で空気に触れて酸化されて 硫黄の粒子を作りますでこの硫黄のコロイド粒子っていうのは光が当たると緑色淡い青緑色の濁りとなって見えてくると,ということで「まあ、青潮」っていうのが発生するわけです。で、えー、とこの「有潮」って書いてますけどもそこの方の水がそこの方の,その硫化物ンを含んだ水が何で表面に上がってくるのかっていうと実は陸地側からの 強い風が吹くことで引きずり出されてくるというふうに考えられています。えっと、要するに、まあ、もうちょっとしてから図で出てきますけれどもこの部分の水が次第に上がってくるから青潮ができるということですね。で、まあ、ここにその連鎖の部分を書いてみましたけれどもこちらが陸。 で次第にこう外海に出ていくわけです。で河川で陸から有機物のおだくや栄養塩が入ってきます。栄養塩というのは窒素やリンですね。このように川から流れてきます。で窒素やリンは当然餌ですからまあ不栄養化というような現象になります。でこのように清掃ができていますから上の方 と下の方は夏場は混合していません。で、そうするとそこに赤潮微生物が大量に発生してきます。これがまず第一段階目の赤潮発生ですね。富栄養化によって赤潮が発生する。で、赤潮微生物ってはまあ皆さんあのご存知だと思いますけれども、生き物っていうのは体が大きくなるだけ寿命が長い。 でですすから微生物っていうのは寿命がそんんななに長くないんですね、まあ、数日とか数週間で大量発生してすぐに死んでしまいますで死んでしまうと当然下の方に落っこってしまいますで落っこってしまうとこれ清掃ができてて酸素が供給されない中でその生き物の死,死骸ですから有機物ですからそこの方の水が貧酸素化してしまう。 これが番番目目ののサイクルの2番目になるわけですねそしてこちら側陸地側から風が吹いてくるようなで秋口から冬になって混合もしやすくなるし風が強く吹いてきますと表層の水が陸地側からの風で外海側に流されると当然下側の水がこう引き上げられてくるわけですね。それによって そこのほうのその貧酸素化した水が陸地近くまで上がってきてそして空気に触れて青潮が発生するこういうような連鎖反応が起こっているわけですで,ですからあの風向ききによってです、ね、青潮ってて青いいうのは出出るか出ないかなそれが決まってきますあの秋口から冬になって陸地側から風が吹くっていうと要するに北風ですね。 ですから例えば東京湾とかっていうのは一番そういう意味で起こりやすいその上流側が北側になりますから北風が吹くことで表面の水が外海側に流れていくとそういうふうになるわけですですから日本海側の湾だと逆向きになりますから青潮っていうのはおそらく発生しにくくなるというふうに言えるかと思いますさて海ではまあこういうような連鎖反応があったわけですけれども じゃあ湖ではどうでしょう。湖も同じように窒素やリンが入り込んできて、植物プランクトンの異常増殖っていうのが問題になっています。まあ同じように不栄養化の問題があるわけです。で、ここでもやはりさまざまな水質問題として一番目には青子と言われる藻類の <laughs> 大量発生が起こります。えこれは霞ヶ浦の写真なんですけども。 湾のの船着き場の辺りだと思いますけれどもこのように黄緑色の丸切りペンキを流したみたいになってしまいますこれは一つ一つがみんな細かなとミクロキスティスだと思いますけれども卵藻類といわれる藻類の集積ですでひどい時にはもう本当に数センチの厚さになるように集まってしまってですね私も25年ぐらい前に手賀沼の調査をしたきにこれがあの風でこう寄せ集まって で自分でこうぐるっと回っちゃってです、ね、ストローみたいになって固まってるっていうのを見たことがありますそのぐらいたくさん集まってくるんですねでそうなるとまた腐って臭くなってですねあの本当にもに水が飲めるとか飲めないじゃなくて近くに住めないっていうようなそんな状態になってしまいますでまあこの辺に書いてありますけどもその匂いの問題ですねあと例えば湖は海と違って水道の水源に使ってますから飲み水としても 非常に大きな問題がでそういうようなことがあって、まああの故障の風栄養化というのも大きなな問題になるわけですでじゃあアオコが出てアオコって何よっていう話なんですけどもここに顕微鏡写真ですけどもこういう卵巣といわれる藻類ですねこちらは、えー、とミクロキスティスのエルギノーザという種類。 このプチプチっとなっているのが一個一個が細胞ですでそれが軍隊というようよなものを作っているわけですこちらもこれはベーゼンベルギーというミクロキスティスの仲間ですけども同じようにこう塊になってて浮いてきますそれからこれはちょっとあの変わった格好ですけどもアナベナスピロイデスっていうあの螺旋状になっているんでスピロイデスっていう名前が付いてますけども。 市場ののみたいなもがしますそしてアオコの発生の問題っていうのは先ほどの海と、まあ、ある意味似てるんですけども魚が死んでしまう先ほどハマチがいっぱい死んでましたもったいなかったですけども例えば霞ヶ浦なんかでもあの鯉の養殖が全滅したとかそういうような話がありますね。それから当然 景観でですすとかマリンスポーツマリリンンススポポーーツツじゃないですねレイクスポーツに悪影響が出ます。まあ有名なのはあの茨城県が国体をやった時にあの霞ヶ浦でヨット競技をやったら参加したその選手のユニフォームがみんな緑色になってしまったなんかそ,そんなのが確か30年ぐらい前にあったんですけども景観の悪化とかその水いわゆる観光資源としての劣化というものが起こってきます。 でそれと同時にその海と違って非常に問題になるのはそのの浄水の一周見ってやつですね要するにさっきも言いましたけど湖ののの水水水水っていうのは基本的に水道水の水源なんですねそうしますとこういう藻類が大量発生すると当然藻類が出したさまざまな化学物質が溶け込んでますから水自体が臭くなってしまうんですね。で そういう意味であの海の水っていうのは水道水源に普通しないわけですけれども湖の場合にはこういうい問題も起きてきてます。それからもう一つこれはちょっとあの日本ではまだあんまり実際の発生例というのは知られていないんですけどもその有毒アオコっていうのがいましてでそのミクロシスチンといい、まあ、ういうようううこよな構造の毒素を持っていますで大量発生してこういう毒素を出されてしまうと。 その水を処理しないで飲むような環境にあると。非常に危険だと言われています。実際にですね。ブラジルで。その、その水を直接飲んでですね。あの。中毒を起こした。で、死んでしまったなんていう例がかなり。報告されているようです。まあ、肝臓に良くないと言われています。それから。あの、オーストラリアで。まあの、人ではないんですけれども。 放牧していた牛とか羊が、その発生。青子が発生している湖の水を飲んで、死んでしまった大量に死んでしまったっていうような例も聞いたことがあります。で、あとまあ人間に対しての毒性っていうのを考えると。まあ一日あたりですね、二マイクロ。グラム以上。これを長期間摂取すると。慢性肝炎ですとか、肝臓がんになると。そういうふうに言われています。ですから、これはまあ非常に。 その海の赤潮とはまた違った派生的ななな大きな問題なんですねただ日本の場合には水源地に発生してもその水道にするときには必ず水処理をしているからこういったものが直接人間に入ってくるっていうことはまず考えられないわけですけどもあの途上国なんかでは非常に危険な問題になっているというのは事実だと思います。 さあそしてそのアオが発生することで次に引き起こされている連鎖的に引き起こされているのが溶存有機物の増加という現象ですこれはあの近年報告されるようになってきたんですけども先ほどお話ししました COD と BOD を比較してみますと、えっと、こ,れこれは琵琶湖の北湖琵琶湖っていうのはあのこう氷炭を逆にひっくり返したみたいな形していて。 こ個こっていうのは氷胆の大きい方ですね。お尻側の方なんですけども、そこで同じ水の BOD と COD をこうやって測り比べたものなんです。そうしますと、えっ、ー、と BOD の値っていうのはほとんど変わらないかやや減ってきているんですね。ところがその同じ水の COD の値っていうのは次第にこう増えてきています。でこれがなんでなんだろうっていうのが、まあ、最近の。 まあ非常にに大きなな問題点になっていますであのさっき BOD と COD のところでお話ししましたけれども BOD っていうのは微生物が分解するのにどのぐらい酸素が必要かというものですからそれの値は変わらないか減ってきているっていうことは微生物物が食べられるる有機物は少なくなくっているわけですところが COD っていうのは入っている有機物を全部分解するために必要な酸素の量ですから。 それが増えているっていうことは有機物の量としては増えているそういうちょっと不思議な現象が起きているわけです。つまり微生物物では食べられない有機物そういうものが最近琵琶湖では増えている。でいろいろ調べてみますと琵琶湖だけではなくて霞ヶ浦もそうですし十和田湖や印旛沼富山湾とか松島湾とか鹿児島湾とか。 そうさまざまな場所で微生物が食べられる有機物は減っているのに微生物が食べられない有機物は増えるこういう不思議な現象が起きてきていますでこういうことが起きると一体まあ何でっていう部分のももちろん大事ですしこれがじゃあ私たちのその環境ですとか社会的な生活にどういう問題が起きるんだろうと。 この難分解性の有機物の問題っていうのをちょっと考えてみますとまず増加の原因なんですけれどもこれはいろいろ調べてみたところ故障で発生する藻類種藻類の種類ですねこれの変化と割と類似した傾向があると言われていますですからまあ湖の内部で生産された有機物によって値が増えているんだろうというふうに 今のでこれがじゃあどういう影響をするかっていうとまず健康に関してですけども有機物の濃度が高いっていうことは浄水場で水処理をするときに最後に必ず塩素処理っていうのをするんですけども塩素がが有機物物ととと触れるとトリハロメタンという発汗物質ができます当然有機物量が多いわけですから発がん物質の量も高い濃度になってしまいます。 ですから我々人間が水道水を飲んだ時の発汗リスクが上がってしまう可能性があるという危険がありますそれから社会的な影響として考えられるのは有機物濃度が高くてしかも分解性の低い物質が大量に入ってくるということになりますから浄水場で処理をするときのコストが高くなるその我々の水道水の料金が上がってくる可能性がありますよという問題があります そしてもう一つ環境影響です藻類種が変化してこういう現象が起きているっていうことは湖のの生態系の構造自体が変化しているんだろうそうしますと例えば琵琶湖ですとか霞ヶ浦ですとかさまざまな湖に固有の生物種ですとかそういったものがいたはずなんですけれどもそういうものがどんどん変化してその、まあ、古き良き日本の環境っていうのが保たれなくなってしまうのかなと。 そういうよういよな懸念もあるわけですもちろん不栄養化っていうのはあの自然にも起きてくる現象ですから生態系の構造が変わるっていうのはある種当たり前の反応なんですけどもそれが急激に起きていくことで、まあ、あの悪化が進んでしまうんじゃないかという懸念があるというふうに考えていただければいいかと思います。 でまあ、ここであの湖と海の話をちょっとまとめますけどもこの連鎖という言葉でまとめてみますと風栄養化が起きることで窒素、まあ、リンが入って風栄養化が起きることで例えば青がが出たりが出たたりり赤しますでそれらが有機物を増やしたりしますし生活排水なんかから有機物も入ってきますからそうしますと。 D. O. が低下、溶存酸素が減って品化、貧か、貧酸素水害が起きます。そしてさらに、場合によっては海なんかで、向きが。適している向きになっていると、青潮が発生したりします。で、こういったことで、魚が死んだり、漁場が変化したり。から悪臭が出たりと、さまざまなことが起きてくるわけです。そして、そういうものっていうのが、今度は、例えば私たち、その。 漁業をやってる人間じゃなくてもレジャーに影響したり景観に影響したりこういったものがこうぐるぐると回ってしまうとそういうようなことでまあこの連鎖を何とか止めなきゃいけないそのためにはやはり風栄養化を止めるそれが非常に重要なことなんだろうとそういうふうに思いますさてそれではえとこれで湖と海の話はこれで終わりなんですけどももうちょっとじゃ上流側 山の中の土壌で何が起きているのかという話をしたいと思います。窒素飽和という問題のお話です。で窒素飽和現象というのは何なのかというのからまずお話しします。えっ、ー、と大気降下物由来の慢性的な窒素負荷が起こることで、 森林生態系自体に窒素の量が過剰になることっていうふうなのが定義みたいなんですけどもこれじゃ非常に分かりにくいんで、まあ、簡単に言いますと例えば森林っていうのはその樹木のほかに土壌があって土壌の中に微生物がいてさまざまなものをぐるぐる回しているわけです利用し合っています。その木は養分ととしててて窒素素やリンを吸い上げて育ってで、えっと、二酸化炭素 と水で光合成をして酸素を出して有機物を作ってである年月経つと枯れて倒れてそれが微生物で腐ってでまた肥料になって戻っていくとそういうようなこう循環があるわけですねでその中にごく普通の森林であれば大気中から、えー、と小酸性とか中酸性とかアンモニアとかそういった窒素が少しずつ降ってきてそれらは十分利用可能な範囲の中でぐるぐる回っていたわけです。 ところが窒素頬は大気中から大量に硝酸とかアンモニアとかそういったものが降ってきてしまいますと窒素負荷が非常に多くなりますから大きくなりますからそうするとどうなるかっていうと回りきれないものっていうのはもう保持できないですから川の水渓流水の中にあるいは地下水の中にどんどんこう流れ出ていってしまう。 これが窒素飽和現象と言われている問題なんですで、えー、っと窒素飽和によって起きると考えられている環境影響っていうの一番下に書いてありますけどもまずは水質の悪化ですねその出てくる渓流水とか地下水の水質が悪化して硝酸性窒素の量が増えるっていうことで、まあ、不栄養化の原因になるこれがまあ大きな問題ですそれから 先ほど健康項目っていうお話をしましたけれどもその中に実は酸酸性窒素とア酸性窒窒素素といいうのが入っていますこれは割と最近になって指定されたものなんですけれども乳幼児が硝酸性窒素の高い水を飲んでいるとメトヘモグロビン結晶っていう要するにヘモグロビンに硝酸イオンがくっついて酸素が取り入れられなくなってしまう。 ですから酸素が運べなくなって病気になってしまうっていうようなものなんですけれどもそういったような健康影響が出るというふうに言われていますそれから地球温暖化とか森林衰退につながっていくと N2O ガスとかそういったものが出てきて地球温暖化につながったりそれから窒素とリンそういった栄養塩のバランスが崩れて森林自体が衰退してしまうと。 森林が衰退してしまうとさらに二酸化炭素の吸収量が減りますから温暖化を加速してしまうとそういうようなさまざまな問題が起きてくるわけですでなんでじゃ窒素飽和現象っていうのが起きてきたかっていうと実は人間の活動によってて起きているんですねでこれはあの昔からの窒素の使用量これ窒素っていってもこれはあの反応性窒素あの私たち今ここで吸ってる 大気の中にも当然窒素は入っていますけれども 80%N が入っているわけですけれどもそれではなくて NO とか NH3 とかそういった N ではない窒素ですねそれがどのぐらいこう増えてきたかっていうのを見てるんですけれどもその化石燃料を燃やすと中に入っている窒素がよくあの自動車の排気ガスでその窒素酸化物がどうのっていますけれども、まあ、そういったものでこのように最近になって増えています。 それから耕作で窒素がどのぐらい固定されるかっていう、まあ、あの人口がどんどん増えていることで耕作値が増えてその窒素固定量も増えていきますそれから非常にドラスティックに変わったのがこのハーバー・ボッシュ法っていうアンモニアを実験室で合成する方法人工的にアンモニアを合成する方法が発明されて以降私たちはその窒素性の肥料いわゆる合成肥料ですね化学肥料 これれを自分たたちで作れるようになりましたでそれを大量に畑とかで使うようになったことで窒素量使用するその,反応性の窒素量っていうのが膨大に増えたわけですですから全部足し算してみると、まあ、こんなに例えば100年とか200年でこんなに増えてしまうというような状態でもう地球規模で窒素の回っている量が増えてしまったということです。で 日本の現状ですけども、まあ、森林からの窒素流出一般的には1ラムパーリッターぐらいじゃないとダメですよって言われてるんですけどもそれで比較してみますと例えば神奈川東京埼玉群馬この辺は非常に高いんですねこれは京浜工業地帯の影響が強いんだと思いますだからそれ以外にも大阪の辺りとか北九州とかそういったところでちょっと高くなっていますですからまあ私たちの研究所がある筑波山の近くっていうのも ちょっとと危なないいいのかなとそうううふうに言われていますで、えー、と私たちの方ではその筑波山にあるあの谷川の水を雨が降るたんびに集めてきましてでこういった線を引いてどのぐらいの量がの硝酸性あるいは硝酸性の窒素が流れ出ているのかっていうのをあのモニタリングをずっと続けています。でそうしますとかなり 高いい値が出ているんだということが分かってきましたでこれはあのそ,れその値自体でどうのこうのっていうまだそんなに何て言うんですかねものすごく大変な例えば健康影響が出るようなっていう値ではないんですけども実は例えば茨城県や環境省がその筑波山周辺で環境を守りましょう例えば水し 下水処理場を作りましょうとか湖をきれいにしましょうっていう議論をする時の基準になっている値に比べるとずっと高いんですねこれは何を言いたいかっていうと私たちが計画的に環境を守るためにやっている政策っていうのがもう実際のものに追いついていないそういう危険性があるっていうことなんです。ですかかららこういういいいい現象ををきちんとと調べててないとその計画をいくら作っても 追いつかなくなくってしまうこういう危険性がありますよということが分かってきましたどうも過小評価してるんじゃないのっていうでそういった意味であの今土壌あるいはその地下水渓流水なんていうところではこういう森林の窒素過剰現象こういうものが非常に大きな問題になってきているということだと思います。さててそれでではちょっとここで話を変えて 水環境を守るためにどういう取り組みをしているのかっていうお話をしたいと思いますで、えー、っとどんなものが流れ込んでくるのか、まあ、あの今までお話ししたとおり有機性の汚染物質ですとか栄養塩窒素やリンそれから当然農薬ですとか合成洗剤ですとかそういった化学合成化学物質それから塩素処理なんかで入ってくる非糸性の生成物こういったものが入ってきますじゃあどっから流れてくるんだろう これは生活系産業系工場ですとかそれからあと農業それからその他って自然から入ってくるものもありますね。でちょっとまあ,あの気分を変えて皆さんに質問したいんですけどもどこから流れ込むのが一番多いと思いでしょう生活系だと思う人産業だと思う人その他ほとんどの方が生活 で実は例えばこれ霞ヶ浦ですけども窒素もリンも窒素は生活系が大体四割リンに至っては4割じゃない三割ですねリンに至っては4割5分ぐらいが生活系で自然っていうのも実は結構あるんですねで農林水産がかなりあって事業系っていうまあ 工場ですかねこういったものは実はものすごく少ないんですこれはちょっとあの私自体も自身も驚きだったんですけどもこんなに少ないんですねでこれは東京湾で COD の発生負荷量なんですけどもこれはあの下水処理場の費用率なんで下水処理場の,そのカバーする面積が増えれば増えるほど少しずつ上がってしまうのはしょうがないんですけども見ていただくと面白いのは生活系の排水っていうの 海水由来っていうのがその79年にはこんなに大きかったんですねで処理場が進ん下水道の整備が進んでいくに従って次第に少なくなっていきましたけどもまだこんな大きな比率を持っていますで産業系特に工業とかそういったもの由来っていうのは本当にこの部分なんですねこんなに少ないんです なんかこう工場排水っていうとものすごい汚いものをいっぱい出してるような印象があるんですけども実は全部集めてもこの程度で基本的には私たちの,その生活系の排水っていうものを減らしていかない限り湖も川も海もきれいにすることはできないっていうのがまあこの図からわかるかと思いますで生活排水の処理形態ですけども まあ生活排水ってのは普通便所の排水、風呂の排水、台所の排水っていうのがまあ一般的なんですけども、まあ大昔はですね汲み取り便所でうんちやおしっこを取ってでそれ以外は川に流していました。でそれじゃあまずいよねっつって処理上合併処理とか単独処理の浄化槽が入るようになりました。でさらに今では下水道が中心になっていますけども、まあそういった排水を集めて処理場へ持って行って処理しましょう。 でこういうふうにすることによって川や海が湖が、まあ、汚れないで済むようになると。ところが問題としてはまだ7割ぐらいいしかカバーでできてないんですねもちろん1961年は5%ぐらいしか下水道のカバーっていうのはしてなかったんですそれから比べれば随分多くなりましたけどもまだ。 実際には3割ぐらいの家庭の排水っていうのは処理されていないで川や海に直接流れているですからこの部分を何とかしなきゃいけないということだと思いますで実際にその処理施設の普及率ですけどもこちらにありますように2008年度には少し上がって8割ぐらいになってきましたもうこれが100%になればもう少し その湖とか川がきれいになるだろうとそういうふうに思います。ところがまあ非常に大きな問題があってですね、あの結構お金がかかるんですね。それと効率が悪い。例えば下水下水道を整備するっていうのは、東京みたいにいっぱいいろんなあのなんていうんですかね、住宅密集地であれば一本の管を通してそこにみんなのが入ってくるから簡単にできるんですけども、その地方へ行くとですね、その 人口密度が狭くなりますあの少なくなりますからカバーするのにはものすごくお金がかかる一軒一軒のために缶を作っていくという形になりますからですからまだその地方ではカバーする率が少ないというふうに言えるかと思いますただ幸いなことにそういう地方はあの過疎地帯が多いですから出てくる量としてはこの丸の大きさになりますけれども。 まあ東京とか大阪に比べると小さな丸で住んでいるということだと思います。それと、あともう一つの問題ですけども、えー、っとこれは公営の企業、要するに下水処理場とか浄水場のお金の問題なんですけども要するに企業債の現在高どのぐらい借金してるかっていう話なんですけども実は下水処理とそれから浄水処理というのはものすごくお金がかかります。そのためにあの 地方自治体はえらく苦労していると下水処理には大変なお金がかかっているいうことだと思いますであのここまでで実は昨年ですと研究の話を終わりにしていたんですけど今年はやはりこの話題を入れておきたいと思います <laughs> 東日本大震災と水環境への影響なんですけども、えっと、まず最初にやはりあの今日こうお話しする 中でいろいろな写真とかをお見せしますけどもあの被災された方には本当にお悔やみを申し上げなければいけないと思います。あの場合によっては無断で写真を出しているっていうことに対して問題になるかもしれませんけどもこういう学問の場ですからお許しいただきたいと思います。これは仙台市の蒲生方っていうところの航空写真ですね。 それが津波がどうなったか。えー、っと、ここが仙台市。で、これが仙台港です。で、これが松島湾。要するに、こう。湾、湾がこう。えー、っと、小値賀半島の方へ、こう、ずっと連なっていくわけです。で、蒲生型っていうのは、ここのちっちゃなところですね。この川の。一番下流のところにある。あの、湿地帯なんですけれども。ここも津波の被害を受けました。で、この、赤茶色でカバーされているのが。 津波をかぶったところです。で、えっ、ー、と蒲生方っていうのがどういうふうに変化したかっていうのをお見せしましょう。えー、っと、これが。地震前の蒲生型の形です。こういう形をしていました。で、地震の後、8月に。こういうような形になっています。これ、あの白い部分っていうのは、あの昔の海岸線なんですけれども。 黄色い部分がえー、っとこれは6月ですね今年去年の6月地震から3ヶ月経った時の海岸線です海岸線がこんだけ変化してしまいましたそして湖の形もずいぶん変わっていますこの赤い線が湖の形だと思ってくださいでここにはあの閉ざされた淡水の湖があったんですけれどもこれがつながってしまいました <laughs> こういうような変化が津波の影響で起きているわけです。 でこれはえっと3月14日、まあ、地震が起きて3日ですけどもここのところに本来砂の堤防みたいなものがあったんですけどそれが全部流されてなくなりました要するに蒲生型っていうもの自体がなくなってしまったわけですで4月になりますと少しずつこう砂がまた堆積してきましてあのサシっていうんですけどもくちばしみたいなものが 両側から少ししずつ出てできてきましたただ昔の海岸線がここですからそれから比べますと随分薄っぺたいものになっていますで当然そうやってこう全,全体砂が流されてしまいましたから植生も大きく変化しましまたこの辺は一面その足,足の腹っぱになっていたんですけど湿地帯だったんですけどもそういうものはもうほとんどなくなりました。ただ 8月に見てみますといくらか植物は生えている足なんか生えてきていますからいいいずれれ再生していくんだろうというふうとふには考えられます。それからこれは底の泥がどのぐらい汚れているかなんですけれどもこちらが震災前ですね、まあ、震災の十何年前になりますけどもかなり汚れていましたね。その 酸化還元電位それから鉄の硫化物から腐敗臭のもとですね硫化水素非常に高濃度あったわけですけれども津波のあと底の泥が全部波で現れてしまいましたからほとんど何も残らなかった実にその湿地帯としては非常にきれいな状態になってしまいましたそれから動物類ですけれども、えー、っとこちらはもともといたもので生き残っていたものですねで 種類的ににはそんんなに変わりませとということですただ数ががだいいぶ少なくなくったという報告がありますそれと逆に新規に見られたもの例えば人手なんかが入ってきましたけども要するに海から運ばれたものがそれまではその塩分濃度が低かったんでその淡水のものが多かったのが海と一旦直結してしまいましたから、まあ、こういう人手のような海水で生きやすいものが入ってきたと。 いうことが分かりましたであともう一つ問題になっているのがこれで、えー、っと水質を見てみますと有利塩素が測られてるんですねで有利塩素っていうのは基本的には海では出てこないでこれはなぜかっていうとその仙台市の生活排水を処理している下水処理場が近くにあるんですけどもそこの機能が落ちてしまったためにそのとにかく消毒して出そうということでその塩素剤をいっぱい入れてるんですね。 でそれが直接流れ込んできているためにこのように有利塩素が出ているとそれから中の,その植物ですとかそうう生き物が少なくなったということもあってその酸素の供給量が減っているために夜になると酸素量がどんどん減ってしまうとそういうようなこともあの分かってきましたですから蒲生型自体が復活するのはもう少し時間がかかるのかなということだと思いますそれから、まあ、あと油の影響なんですけども、 えと漂着した油っていうのはまあ何か所かでありましたけどもそれほど深刻ではないということが分かってきましたなん、まあ、とか数年数十年かかって復活していければいいんだろうなというふうには思いますで次に、えー、と新しい土壌や水質汚染の可能性ということですこれはまあ地震から1か月半たった時の石巻の写真です。こここもううすすぐ海ですねでこのように 震災廃棄物って言われているものがずっと山積みになっていますこれは南三陸で6月ですけども、えー、とこの辺が畳とかそういったものの廃棄物で奥には樹木もありますしそれから当然テレビとか冷蔵庫ですとかそういったものもあの積み上がっているわけですでこれは仙台の近郊ですけどもこういう川のすぐ横にまだがれきがいっぱいあるという状況です でこういったものが新しい実は水環境の問題を引き起こすす可能性がありますでこれはちょうどあの今年から今年去年の4月から始めた研究テーマだったんですけども本来はその埋め立てとか不法投棄によってそのテレビとかラジオとか冷蔵庫とかが置かれていた時にその中からどんな重金属が土とか地下水をよこすんだろうかっていう研究を始めたところだったんですけどもまさに。 それに近いいいいよううななな現象が東北北地方あるるは茨城県北部んんんかで起ここっているんだということなんですね。で、特に一番怖いのはその津波で塩分をかぶっていますから廃棄物が錆びやすいわけですそうすると金属類の溶質っていうのも通常とは違う形になるんだろうでそういう意味で土壌や地下水汚染の長期的な影響っていうのはやはりきちんと見ておかないといけないんだろうなとそういうふうに思っています。 であともう一つまあこれは非常にホットな話題になってしまいますが、えー、放射性核種の問題ですね。三月十一日にまあ福島第一原発で事故があってで大気中にセシウムと要素がこのぐらいの量放出されました。でこれはまあ茨城県の地図ですけれどもこの青くなった部分っていうのはセシウムこれはえっと文科省がやっている航空機観測の結果ですけれどもまあ北茨城とそれから なぜか筑波山がま大体この辺ですからちょっと高いところ。でじゃあ筑波山にどのぐらいあるんだろうっていうのを、まあ、あの環境圏でも調査を始めましたで、えーとまあ、4月に初動的な調査をやったわけですけども、まあ、筑波山の山麓南東斜面にあるこういう調査場がありますんでそこの渓流水をとそれから林の中をいろいろ調べたということ こういう杉の人工林の中を、まあ、土壌を取ってきたりそれから林内雨林外雨雨ですね雨を取ったりそれからリターといわれるこれは慣性の効果物これを取ったりしてどののぐらいいい放射能が入っててるのかを調べていますそうしますと土壌の中っていうのは実は6センチぐらいまでしか浸透していないんですね。 ですからその、まあ、今よく除染の時に表土何センチ10センチぐらい剥がしましょうって言ってますけど、まあ、その程度なんだろうということだと思います。から雨の水ですけども3月4月の雨は百ぐらい100ベクレルパーリッターぐらい入っていてこれはまあ厚労省が暫定的に出した規制値とほぼ同じぐらいだったんですけど、まあ、5月以降になりますと、まあ、どんどん下がってきて。 w ブルの飲料水のガイダンスレベルに、ほぼ等しい値になっています。ですから、まあ、最近はかなり安全になっているということだと思います。それから落ち葉ですけれども。落ち葉にもやはりかなりあります。で、まあ。平米あたりで見ると。落ち葉の方が少なく見えるんですけれども、落ち葉っていうのはふかふかして、土よりふかふかしてますから。重さに直すと落ち葉の方がたくさんある。というようなこともわかります。 それから降雨でどのぐらい川の中に流れ出てくるのかっていうのをモニタリングした例です。こちらにえっと流量ですね。でこれが雨量です。ドーンと雨が降ると、やはりセシウムがこういうふうに。たくさん出てくるっていうのはわかります。でそれをずっとこう積算していくことで。筑波山に降った。放射性物質がどのぐらいすでに流れ出ているのかっていうのが計算できますが。 いいいろろ計算ししてててみるとままだしか流れてきていません。要するに山の中に非常にこう粘土鉱物とかそういったものに吸着されやすいですから保持されて残っているということになるわけですではこれでえっと大体お話が終わりに近づきましたので最後に私たちにできることっていうお話をしたいと思いますこれはあの先ほど一番最初のところでお見せしたものと同じ図です 年齢層別に今の水辺ってどうう思いいまますかっていう話をしました。そうしたらその、まあ、我々の世代はきれいだよね若い人たちはいや汚いよねってそういう話だったわけです。でじゃあ良い環境とは思えない水辺何でですかって聞いてみるとやはり多いのが水が汚いそれからゴミが多いこの2つが圧倒的に多い理由なわけです。 で水辺をどのように利用しますかっていう質問をしますと、まあ、いろんな遊び方があの利用の仕方があるんですけども、まあ、生き物の観察とか水辺散歩サイクリングそれから風景や眺めを楽しむっていうのもあります。あと当然泳いだり水遊びをしたり釣りをしたりかなりその積極的に水を利用している水の中に入っていくそういうあの触れ合い方が多くなっている。 おそらくあの今の若い人たちがそのいい環境じゃないよねって言っているのはこういうふうに水辺の利用の仕方がよりアクティブでより接近した形で水の中に積極的に入っているからそういう場所だとやはりゴミはだだよよ、ね、よねねね危なないいいいいとととかかかががすするののそういう話につながっているのかなと思いますですからそういう意味では今の若い人たちがもっと自分たちが。 水の中に入って、遊ん、遊べるように、楽しめるような。水場にしていかなきゃいけないよねっていうふうに思ってもらうっていうのが。これからさらに、水の環境を良くする上で重要なのかなと、そういうふうに思います。で、そういう時に、どんなことをすればいいのっていうのは、これは、あの。環境省が出している生活排水読本っていうのから。切り貼りしてきたものですけれども、例えば、台所では、もう、これ、は皆さんご存知だと思いますけれども。よく拭き取ってから、洗いましょうとか、生ごみとか、流さないようにしましょう。 使い終わった油は流さないで新聞紙とかに含ませて捨ててくださいねとかそういったようなことを本当に日々努力することで先ほど生活排水がすごく汚染の中で比率が高いって言いましたけどもこういったことをすることで減らしていくことができる。同じようにお風呂やお風呂や洗濯それからトイレ色々なやり方で ちょっとした負荷を減らしていくっていうことができます私たちはそういうことをしていかなければさらにいい水環境で暮らしていくということはできないんだと思いますで、こういったようなことをしていくことでどういうふうに変わっていくんだろうかってまあこれ2年間なんで16年と18年なんでどのぐらい比較の意味があるかというのは難しいんですけれどもそれでも16年より18年の方が気を使っている人の数が増えていますですから 今だったらもっと増えているはずなんですねこれからさらに六年経ってます皆さんがその水環境を大事にしていこうもっと積極的に触れ合えるようないい環境にしたいよねそういうふうに思っていただくためにはぜひこういったような日々の努力をしてあの水をきれいにしていただきたいとそういうふうに思います以上でございますどうもありがとうございました